お元気ですか、僕趣味です。今回は熟炊き博多豚骨のカップラーメンをね食べていきたいと思います。では早速ね、お湯を入れて、これは2分ですね、2分待ちたいと思います。はい、2分経ちました。早速食べていきたいと思います。まずはですね、この蓋を開けていきたいと思います。前にね、一回ね、湯気が出たことがありますのでね、その辺はね、ご了承ください。でまずはですね、この後入れスープでございますね、切ってね、入れたいと思います。しっかり絞った後ですね、ちょっとこれ溶きます。溶いといて、でちょっと言い忘れましたけどね、で火薬もね、入れました。でこれ後入れ火薬っていうのがありましてですね、こちらもね入れたいと思います。これはあれですね、ネギとですね、ごまでしょうか ね、 ね、でこれをね、溶いてですね、でこれでね完成でございます。それではね、食べていきたいと思います。まずスープからいただきたいと思います。お、完全な豚骨ですね。はい。前にね、ラーメンでね、味噌とね、牛乳でね、豚骨煮た味がするっていうのをね、聞いてね、やったことがあるんですけどね。もし、これもね、動画に上げてますのでね、もしよかったらね、見てくださいね。でね、麺もね、いただきたいと思います。やっぱり博多ですからね、麺はね、細いですね。うん、なかなかね、麺とね絡み合ってね、結構ねうまいですよ。博多ラーメンはね、実は札幌にもあってね、食べたことはあるんですけどね、やっぱり福岡の場合はあれですよね、スープを残して麺だけ入れて、そのままにそれに入れて、まあなんか薬味ありますよね、高菜とかね、そういうのを入れて食べるみたいですよね。またね、なんかね、本場のね博多ラーメンが食べたくなってきました。もしよかったらですね、こちらのね熟炊き博多豚骨のねカップラーメンを購入して食べてみてはいかがでしょうか。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。